こんにちは、生体肉肉スタイルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みの人に改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで、前回お届けしましたように、筋肉、足ですね、足のふくらはぎを揉みたくなってしまった時にどうしたらいいかということについて、お答えを前回したんですけども、それには揉みたくなる、重くなったり痛くなったり揉みたくなると、これには原因があって、それはまず筋肉が硬く凝ってるからですと。じゃあなんで硬く凝ってしまうかというと、筋肉には膜、筋膜という膜に覆われていて、そのネットの中に筋肉が入ってるんですけども、その筋肉 の膜がですね、ずれていたりとかですね、あとは筋肉と膜同士ですね、これがひっついてたりして、それと引きつれが起こったりすると、中に入っている筋肉が硬くなったりしてですね、それによって硬くなることで、またさらに疲労物質が溜まって、だらくなって揉みたくなんだなってくるということなんです。ですから、揉まずに、揉むのは最終手段にしていただいてですね、その前にまずこういう原因を取り除いていくということをお勧めしています。で、今日はそのまず第1回目と第2回目ですけども、方法ですね、どうやってその筋膜のズレを解消していくと、ということについて、セルフの自分でできるですね、方法をお伝えしたいと思ってます。ということで、ちょっと準備しますので、ちょっと待ってください。はい、ということで準備完了しましたので、やっていきたいと思います。で、これはですね、椅子に座るか、もしくは床に座ってもらってもいいので、座って行います。という感じですね。で、まずはこのふくらはぎ、ここがだるいくて揉みたい状態ということで、まずはこのふくらはぎをこういうふうにさすってあげてください。優しく、もうスリスリ、ふくらはぎよしよしする感じですね。犬とか猫などのペットとか、あと小さい子供さん、赤ちゃんですね、そういう、柔らかいものをですね、こう優しくさすることってあると思うんですけど、そういうのを思い出していただいて、ゴシゴシ、どうしてもこれ早くよくしたんで、ゴシゴシしたりがちなんで、ゴシゴシしちゃうと、先ほど言ったように中の筋肉に刺激がいって、中の筋肉がダメージを受けてしまいますので、こういうふうにできる限り優しくさすってあげてください。さするときはこういうふうに直線上にとか、あとちょっと丸く円を描くようにさすってあげていくといいです。で、気持ち少しちょっと上方向ですね、こっち方向ですね、こっち方向に向かってさすって、両方さするんですけども、上に行ったり下に行ったりするんですけども、ちょっと上の方向にこうさすり上げるような感じでさするといいです。で、こういう感じでさすっていただいて、ちょっと立ってみたり、ちょっと比べてみるとですね、やった方のが軽い感じがして、ちょっとスッとしてる感じがしますので、もしこれで残ってるようならもう一度行ってください。でですね、もう一つ方法をお伝えします。で、軽い疲労であれば、このさするだけでかなり取れます。ですが、これでちょっと効かないという方法についてです。これはこういうふうに足をこう前と後ろからサンドイッチして、先ほど言ったようにこっち側にこういうふうに皮膚をちょっとこう上に引き上げるようにしてあげます。で、この時も強く押したりしないようにして、ちょっとサンドイッチして挟むようにして、皮膚を上に持ち上げる感じです。こういう感じです。見えますかね、見えますかね、よいしょ下から上にこうですね、こういうふうに、で、大体3秒ぐらい置いて元に戻して、またもう一度3秒、という感じですね。で、これでもまたやった後に立っていただいて感じていただくと、足が軽いスッとしてる感じになってきます。で、こういう状態を作ってあげますと、中の皮膚の、筋膜ですね、筋肉の膜が整いますので、中に入っている筋肉が柔らかくなって、それで老廃物が流されていく状態になります。だから軽くなります。ですから、こういう状態を作ってあげていくことで、楽にもなりますし、
揉みたい感じも減ると思いますので、こういう形でやってみてください。ということで、今ふくらはぎ揉みたくなった時の対処法についてお伝えしたんですけど、次回またあと2つですね、次回とその次とまたより効果的な方法もお伝えしたいと思ってますので、また楽しみにしていてください。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。